皆さん、こんにちは。映画やドラマでおなじみの渡辺謙さんが再々婚をしたとの情報が入ってきましたね。なんともうめでたいことですが、実はこのお相手、なんと交際期間が前妻、再婚相手とかぶっているのです。一体どのような出会い、人物なのでしょうか。今回は渡辺謙さんの再々婚相手について、渡辺謙さんの歴代妻や患った病気と合わせて紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。渡辺謙さんは1989年のカルガリーロケで突如体調不良に襲われてしまいます。下された診断は急性骨髄性白血病。これは血液中の造血細胞に腫瘍ができて白血病を発症し、正常な血液が作れなくなってしまうという恐ろしい病でした。発症確率はなんと約2万分の1。年間約8000人近い人々を死に至らしめる恐ろしい病である白血病に襲われた渡辺謙さん。当時撮影中だった大河ドラマ「天と地と」を途中降板することに決めました。苦渋の決断でした。即入院となったベッドの上で角川さんと大きな映画を撮ろうと約束していたのに、と自らの病よりも監督だった角川春樹さんに期待されながらも大役を果たせなかった無念さを悔いたと言います。現代の医学でも白血病を完治する確率は 50% しかありません。ただ適切な治療を受ければ 20-40% の人が再発せずに5年以上生存できるそうです。しかし渡辺謙さんは外れくじを引いてしまいます。1年に及ぶ化学療法が効果を発揮し寛解、俳優として復帰したものの、その後1994年にまたも白血病が再発してしまいます。さらにこの時の輸血が原因で C 型肝炎ウイルスに感染してしまい、病魔との戦いは壮絶を極めるという目も当てられない状態となってしまっていました。再発の前年、完全復活をアピールするため再び NHK の大河ドラマ「炎立つ」に出演するほど意欲的だった渡辺謙さんでしたが、1年に及ぶ化学療法でも白血病は完治しなかったようです。渡辺謙さんが再発したのは皮肉にも5年間再発しなければ大丈夫と言われた5年目の1994年のことでした。しかし経過良好で翌年には完治しています。 50% しか完治できない病魔に打ち勝った渡辺謙さん。これはもはや渡辺謙さんの持つ生命力の強さと言っていいでしょう。しかしただ一人だけでは孤独の身では病魔に立ち向かうことは困難を極めるでしょう。そこにはやはり渡辺謙さんをサポートした人物がいたのでした。それが当時の妻であり一番最初の妻、由美子さんでした。しかし実情は健康的な献身とは言えませんでした。由美子さんは夫の闘病生活の中で新興宗教釈尊会に傾倒していたのです。信仰の自由があるから何とも言えませんが、救いを求めるために宗教にのめり込むというのはなんだか怪しい匂いがしますよね。由美子さんも霊に漏れなかったのです。祈りの成果として渡辺謙さんの病状が良くなったと考えるようになり、娘である杏さんの学校の保護者や所属事務所にまで金を無心するほど心は祈りに侵食されてしまったのです。さらにのめり込むようになります。そしてついには2001年に税金滞納のため自宅が差し押さえになる事態を迎えてしまいます。そして2年にわたる調停を経て2005年に離婚。子供の第三と杏さんは母親の手に渡ることとなりました。ちなみに杏さんは高校を中退、芸能活動を経て自身に返済義務のない母親の借金を完済しました。そしてこの9ヶ月後に前妻南加穂さんと婚約しました。この女性も渡辺謙さんの病気に貢献しています。先ほど白血病が完治したと言いましたが、渡辺謙さんは2016年には胃がんの早期発見を公表しています。この胃がんは南加穂さんが渡辺謙さんに人間ドックを勧めたことによって発見されたのでした。
今回渡辺謙さんの胃がんは奇跡とも言えるごく早期のタイミングで発見され、内視鏡手術は大きさが2センチ以下で、腫瘍の深さが粘膜部分に限られる浅いがんにのみ使える方法です。胃を切除しないため治療後の障害はほとんど残らず、生存率も 100% に近いとも言われています。当時渡辺謙さんはツイッターで、いやー驚きました、この段階での発見は奇跡、点検は大事ですわと心境を綴っていました。渡辺謙さんに人間ドック受診を勧めた南加穂さんはツイッターで、この出来事が検診をなかなか受けられない方たちへの受診のきっかけとなれば幸いです、そして自分の直感は信じること、自分のことを大切に思ってくれる人の助言には素直に耳を傾けることも大事ですねとつぶやいていました。このように夫の命の危機を救った南加穂さんでしたが、同時期に自身にも不幸が訪れています。それは乳がんを患ったことです。さらに不幸は重なり、2017年3月に乳がんの手術を受けてから療養していたものの、精神疾患まで患ってしまいました。身体的には元気だったけど、精神的な重荷がある時期だった。この春から精神的な疾患が出て、がんとは別の闘病が始まりましたと当時の様子を告白しています。今度は渡辺謙さんが優しくサポートするものかと思われましたが、同月に週刊文春で渡辺謙さんと21歳年下の元ホステス女性との不倫が報じられるという信じられない事態が起きます。これが原因で2人は離婚したようです。ちなみにこの事態には娘である杏さんからは、ふざけんじゃねえクソ親父とブチギレられたそうです。そしてこの交際女性こそが今回結婚を発表した再々婚相手であるようです。今年春には再々婚していたことが29日に判明しました。2人は2013年夏に出会い、約1年後に交際スタート。約9年間にわたって愛を育んできました。2人はすでに渡辺謙謙さんの移住先である長野軽井沢で同居している模様です。婚姻届は今年春に長野県内で提出。本人をよく知る芸能関係者は、一昨年謙さんの母親が亡くなり、昨年もが明けた、事務所から独立し個人で活動していくことにもなった、心機一転のタイミングということが後押ししたのか、今年結婚することは以前から決めていたようですと話しているようです。また渡辺謙さんの友人の一人は、新妻について、元アナウンサーの田中みな実さんによく似た美女、とても明るく聡明で一緒にいてとても楽しい人、謙さんともお似合いですよと語っています。ここで気になるのが娘の杏さんですよね。先ほどはこのお二人の交際にブチギレたと紹介しましたが、杏さんは現在はこの二人の結婚を許していると思われます。というのも渡辺謙さんは2019年11月に東京南青山のジャズクラブブルーノート東京で自身の還暦パーティーを開催した際、会場に女性を連れてきていました。そこで杏さんが子供3人を連れて駆けつけていたほか、多くの仕事関係者や俳優仲間がステージを見守る中、女性をパートナーと呼んで紹介していたためです。いかがでしたでしょうか。今回は渡辺謙さんの再々婚について紹介しました。結婚と聞けばおめでたいですが、前妻と交際期間がかぶっていた、しかも闘病中にということなので、素直に喜べないですよね。しかし娘の杏さんが許しているのであれば、祝福してもいいのかもしれませんね。お二人の今後が気になります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。